ベニー・ベギン・ゼーブ・ベニヤミン・ベニー・ベギンは、1943年3月1日、生まれ、イスラエル・エルサレム出身のイスラエルの政治家、地質学者、イスラエル国会議員で、現在4期目、元科学省、父親は、同国のメナヘム・ベギン元首相である、イスラエル建国前の1943年に、エルサレムで生まれ、長じて、ヘブライ大学に進み、 同大学では地質学を専攻。その後、米国のコロラド州立大学に移り、同大学で地質学の博士号を獲得する。1988年の総選挙で、陸ドから出馬、同年の選挙で、初当選し、正解切手の強硬派として立ち回る。1992年の総選挙で、 イツハーク・シャミール政権が大敗、リクードがゲアすると、同党の党首選に出馬するものの、ベンヤミン・ネタニヤフの前に敗北。ネタニヤフとの関係は、必ずしも、悪くなく、1996年の総選挙の際には、選挙 CM で、ネタニヤフへの支持を呼びかけた。ネタニヤフ政権発足後は、同政権に科学省として入閣。 しかし、ネタニヤフのパレスチナ政策が、迎合的であるとして、同政権を激しく批判。1997年のヘブロン合意で、追加撤退がなされたことに抗議し、科学省を辞任。その後、リクードからも離脱し、レハバム税ビ議員と共に、右派、宗教勢力の結集を目指し、1999年には、国家統一党を立ち上げる。ベギンは、 同年実施された首相選に出馬するものの指示が低迷したことで最終的に断念し政界からも一時引退するその後は地質学の研究に没頭する幼少時のベギン右側は父親のメナヘム・ベギン元首相10年近く政界から離れていたベギンだが長年対立していたネタニヤフと2008年の11月に和解 政権奪回を目指すネタニヤフとの話し合いの末、政界復帰の考えを明らかにした。総選挙での比例順位を決定する、翌、12月のリクードの党員選では、10年、近いブランクがあったものの5位につけ、支持の根強さを印象付けた。ベギンは、政界の大アラブパレスチナ強硬派を代表すると、共に、いわゆる金銭スキャンダルが後を絶たない。 同性会において精廉な人物として知られる。翌年、2月の総選挙でリクードは27議席を獲得し、ベギンも政界への復帰を果たした。今後の政権構想については、右派、宗教政党主体では、政局運営が困難になることから、カディーマを加えた大連立が望ましいとしている。 9年に6党連立で発足した第二次ネタニヤフ政権では無人諸長として入閣した。2013年には我が家イスラエルとの統一会派結成に伴い再び政界を退くものの解散、総選挙の前倒しに伴い2015年にはネタニヤフに壊れ再び政界に復帰する考えを明らかにした。ベギンは リクードの比例名簿11位に登録されて当選し、再度正解に復帰した。ありがとうございます。